16年から1949年までアメリカ合衆国議会の著名なアメリカ合衆国の政治家で共和党の指導者である。メイン州出身で上院議員に当選するまでは下院に勤めた。上院では少数党院内総務を、また引退前には多数党院内総務を務めた。ホワイトはルイストンで生まれた。祖父ウィリアム・ P ・フライも著名な政治家であり、 メイン州選出上院議員及び上院仮議長を務めた。1899年、ホワイトはブランズウィックのボーディン大学を卒業した。卒業後、上院商業科学運輸委員会事務局員補佐を務め、後に祖父の秘書となった。法学を学んで弁護士資格を獲得し、ルイストンで事務所を開設した。1916年に、 共和党員として会員議員に当選して以来、ホワイトの政治家人生は始まった。彼は翌年3月4日に初党員し、1931年3月3日まで放職した。彼は1930年末に上院議員に当選したことにより、1931年に会合去った。議会では司法省内の会員再出委員会、 会員女性参政権委員会、会議商船漁業委員会、上院週間、対外通商委員会の委員を務めた。このほか大統領から主事の委員会委員に任命された。ホワイトは1936年と1942年に再選し、1931年3月4日から1949年に1月3日まで放職した。 同僚議員らによって、少数党院内総務に選ばれ、共和党が第80議会で多数を占めたことに伴い、多数党院内総務となった。ジョン・ガンサーが1947年に上司した著作、米国の内幕によると、有名無実の院内総務たる、彼の主な役目は、はるかに有力かつ活発な二人の人物、タフトとバンデンバーグとの均衡を保つことである。皆が、 ホワイトに好感を持っているが、彼に注意を払う者は、ほとんどいないとのことであった。彼は、1948年の最終名の候補から、外れた。オーバーンで死去し、マウントオーバーン墓地に埋葬された。ありがとうございます。